ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。外国人向けに日本酒バーをやるのが夢です。私はディッシュ氏、聞き酒師か。いたね、来たね、また久しぶりに来ましたね、発明が。もうやだ。呼び方ですよね。ディッシュ氏。聞き酒師じゃん、こんなんどう見てもよ。それでは今日の質問です。外国人向けに日本酒バーをやるのが夢です。私は聞き酒師で、オーストラリアで約4年ほど日本酒レストランで働き、外国人が酒に対してどのような傾向があるのかずっと体験して勉強してきました。今悩んでいるのは場所で、ターゲットが外国人観光客なので、そういった有名観光地になるわけですが、お店、家賃なども考慮に入れ、自身の資金に余裕がないことを考えると、東京よりかは京都か広島で悩んでおりますが、ホリエモンは日本国内であればどこがベストだと思いますかという質問です。はい。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。日本酒専門メディア、酒タイムズを運営する株式会社クリア代表取締役の生駒隆二さんです。よろしくお願いします。じゃあ、質問の回答からいきたいと思います。外国人が一番多くいるのは東京でしょ？うん。東京やればいいねと。そういうことですね。何なんですかね、これね。家賃高いから嫌なんでしょうね。いやー。だって家賃なども考慮に入れて帰ってるから。東京だってね、家賃安いとこなんかいっぱいあるよ、ね、あのエリア、東京って言ったらめちゃくちゃ広いと思いますし、あの中2階そのちょっと路面店じゃないとことか選べばいいと思うし、まあ、そんなにあの 夢っていうほどそんなにハードル高くないのかなとは。だって外国人なんて日本の地理わかんねえから、うん、そうですよね。あのそこはみんな誤解してんだよね、うん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 、別になんか葛飾区とかでも分かんない、うん、だって俺の知り合いだって松戸で松戸で知り合い、あの何 なんていうの、あの民泊あ、はい、やってんだけど東京って言ってるもんね。いやだって別に浦安に東京ディズニーランドがあったりとかさ、うん、成田空港だってさ、うん、東京だって新東京国際空港とかって言ってるじゃん、うん、確かに。そんなね、渋谷新宿だけが東京じゃないですよね。確かに、ね、松戸は東京だよ。まあ、そうか。いや、松戸って実はだからあの千代田線の先だっけ。そうです、常磐線ですね、うん、だから千代田線直通じゃん。そうです、だから結構便利なんだよ。快速だったら10分ですからね、松戸って。松戸めっちゃ近いのよ。北千住から近いです。ほんと県境だから、うん、足立区のに隣接してる。いや、しかもだから、あれ、みんな、なんかね、外国人の気持ちになるのは下手くそなのかよくわかんないんだけど、うん、海外とか行った時に、地下鉄とか乗るわけ。うん、俺、ほんとは好きなの、乗るのが。鉄道に。鉄道だからね。そう。だから、乗りたいのに、日本で乗れないから、もう、めんどくさいからさ、地下鉄とか乗ると。外国行くと、あんま日本人いないから、地下鉄結構乗るんですよ。そうすると、でもやっぱり、あの、途中の、なんか、なんか停車駅の名前とかまで、わかんないのよね。わかんない。だから、なんか終着駅の、なんか、あれはわかるんだけど、結構でっかくボーンって書いてあるから、どこどこ行きって書いてあるじゃん。どこどこ行きが、なんか、フォームが2つあって、どっちに乗ればいいんだろうみたいに。結構焦るもんね。うん、で、あの、韓国、ハングルとかだとより分かんないというか、うん、韓国で言うと、ミョンドンとかって、うん、ミョンドンみたいな、うん、こう、アルファベット表記しかないじゃん。うん、ハングル読めなかったらさ、うん、もう、予想もできないですよね、ハングルとか。そう。ハングルって予想できないんだよな。うん、韓国の地下鉄難しい。だから多分同じことを多分外国人は日本の地下鉄難しいって思ってると思う。だから俺意外と終着駅とかのがいいと思ってて。ああ、そっか。乗ってれば着きますね。降りなくていいよ。そう。だから割と荻窪とかに、あの丸内線の終着駅じゃん。だから荻窪結構ね、外国の会社の日本、東京支社みたいな多いんで。結構荻
荻窪の話をされてます、ね、荻窪アメックスとか荻窪だったからね。全然イメージと違いますね。アメックスのイメージと荻窪が合わない。いやだから最初に来たやつらがもうなんか面倒くせえから出張費にしたり、そう、いや分かりやすいっていう。確かに終着駅だったらね、うん、とあと俺たちがじゃあパリとかロンドンとかに行って、じゃあロンドンに行ってピカデリーサーカスに店がなきゃいけないかって言ったら別にそんなことないじゃん、うん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 、わざわざ行くでしょ。なんかちょっと、しかもなんかちょっと移動したい欲ってありますよね。あ、そうね、あの海外行くと、うん、なんかもちろん有名観光地にも行きたいし、そこブラブラしたいんだけど、うん、ちょっとに地下鉄乗って冒険じゃないけど、うん、まあ、わざわざ行くことが価値になってしまうからね。そうですよね、旅行だと。そう、だからちょっと地下鉄乗ってみたいとかっていうのすげー分かる。東京のもうインバウンドの何かのリストに乗ると、もう自動的にお客さん来るようになるんだよね。もう東京の日本酒バーだったらここだよねっていうふうに、もう口コミでやると、もうなんかよくわかんないけど、毎日なんでこんなとこまで日本外国人いっぱい来るんだろうってなっちゃえば勝ちだよ。で、そんなところだってさ、居酒屋ガツンとか知ってる？知ってる？居酒屋ガツンっていうなんかシェアバーみたいなのがあって、もうさ、まあもう要はエントリーフィー払ったら、500円だからなんかエントリーフィー払ったら持ち込み自由。みたいな、うんうんうん。フードもドリンクも持ち込み自由で、で、お裾分けシステムってあって、あの、置いてある日本酒とか全部飲めんの。超いいじゃないですか。500円で。500円だか1000円だか分かるんですけど。でも、そこも、もう要は、それだけで全然再生、多分家賃ね、10万しないと思うんだよね。うん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 、超安いっすよ。でもそんなのあるじゃん。ちょっと外れに行けば、5万、10万で借りられるバーとかあるから、特に、あの、夢っていうほど夢っていうか、もう今すぐできるよ、ね、今すぐできます。クラウドファンディングで集まるレベルだよ、ね、うん、そうですね。しかもだって日本酒バーでしょ、うん、ねえ、日本酒の仕入れさえちゃんとできれば、日本酒の仕入れは全然できますから、酒屋とつながればいいだけなんで、うんうん、よし、今すぐやろう、うん、全然すぐできると思います。東京で、うん、やりましょう。なんで京都か広島で並ぶんだろうっていう。広島入ってきちゃった。家賃調べてないんじゃないですか。だから。ああ、動いてないんだ。いや、だから絶対あれですよ。もうそれこそ渋谷とか新宿とか。ああ、脳内で。六本木。脳内でなんか多分。バーといえばみたいな、うん、西朝さんみたいな。イメージなのかもしれないですね。うん、だったんじゃないですかね。もったいない。調べればすぐ分かる。大丈夫。外人なんか絶対そんな繁華街にあるところとか別に関係ないから。松戸も東京です、はい。なのでぜひね、東京を広く捉えて、土地探し頑張ってください。土地というか、まあ場所ね、まあ、場所探し、死ぬほどあると思うよ。物件、物件探し頑張ってください。それではカメラに向かって告知お願いします。はい、私は日本酒の専門サイト酒タイムズを運営してます。もし日本酒に興味があったり面白そうだなと思うことがあればアクセスしてみてください。はい、ぜひ皆さんまずは調べてみてください。はい、それでは最後 HIU ニュースに参ります。近畿支部では HIU 会員限定バーお初でグルメイベントも多数開催。料理人のメンバーが作ったイタリア料理ベースの鍋で締めがパスタ、寒い冬にぴったりなイベントも開催されました。地方でもイベントが盛りだくさん。地方の方もぜひ HIU に参加して仲間を見つけてみませんか、ということなのでね、近畿支部もかなり盛り上がってるみたいなので、あの全国各地ね、どこからでも入会できますので、皆さんぜひ HIU に入会してみてください、はい、ということで、この番組が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれるので、メルマガ登録もお願いします。はい、それでは今日もありがとうございました。はい、メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。概要ウェブに頼ったページが